ウベンディエ。というわけで本日はこちら新宿駅から徒歩 4,5 分ぐらいジェイズさんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店、新生活応援キャンペーン食べ放題ウィークということで、最終日を飾るにはこれですよ。フランス料理がなんとね、食べ放題でいただけるということなんですけれども、本日スペシャルゲストをお迎えしております、この方です。カモン、ボンジュールちゃんだよ。でっかちゃんでしょ。シルブプレちょうど髪の毛の色と壁の色と白がこの辺でね、フランスコックになってますけど、どうですか、食べたことありますか。正直ないよね。ざっくりしすぎてな。いや、そうなんですよ。すぐ赤ワインで煮込んだりとか、フランベとかポワレとかしそうな感じなんですけれども、まあまあ肉全般狙ってきますから。いいですね。お肉料理も充実してるかと思いますので、それでは今日も張り切ってガガガガガガーで一緒。はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。ディー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 、いや歌っちゃったよ。そんなのはどうでもよくてですね、こちら食べ放題キャンペーン最終日飾りにふさわしい、こちらのフランス料理のね、フランスコキ、いや工藤理容室かい。というわけでね、店内はこんな感じで、すっげえ大人の雰囲気でしたね。40歳のおじさんが訪れるのにふさわしいみたいな。そしてこちらに書いてあるメニュー全部食べ放題ということなんですね。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の竹永ティーズです。はい、というわけでこちらね、前菜が運ばれてきましたけれどもあれ、草間弥生かな世界は水玉になって、前菜が運ばれてきましたけれども、これ上品ですよね。それでは早速いただきましょう。ナイフとフォークの使い方もね、ちょっといまいち慣れてないですけど、カルパッチョいきましょう。お魚の味自体は普通のお刺身と変わらないんですけれども、ソースがね、洋風ソースといいますか、バジルが効いてて、ソースで一気に表情が違って感じますね。美味しい。はい、それではこちら甘エビとアボカドのタルタルソースいただきます。アボカドの濃厚で、でナッツの歯ごたえも感じられて、これ本当にデリシャス、美味しいですね。はい、それではこちら出ましたね、九段のエゾジカの赤ワイン煮込み。赤ワインで煮込もうなんて思わないですからね、普段ね。いただきましょう。柔らかい。鹿のお肉自体もそんなに食べたことないんですけれども、そういうあの肉の臭みとかもなくって、お肉がしっかり煮込まれてて、でもね、ソースがね、デミグラスソース、赤ワインのソースなんでしょうけど、美味しいですね。はい、こちらペペロンチーノでございます。いったね素朴なメニューもあるっていうね、いいですね。しっかりニンニクの風味が効いてる、美味しいね。いや、どうすか、デッカさん。美味しい美味しいですね。どんどん出てくるしね、結構ね、あのスピードもすぐ出てきて、楽しいですよね。取りに行かなくていいから、あ、そうね、めっちゃいい、これ普通に洋食好きな人だったら全然食べられる。本当のコースだとバンバン来ないからさ待っちゃうけど、ここまで来たらすごい、いいですね。はい、それではこちら子牛の香草パン粉焼きですごいですよね、こんな感じで出てくるんですよね。パン粉にね、バターの味が染みてて、揚げてる感じになるんですけど、美味しいですね。はい、それではこちらフランス料理といえばのエスカルゴでございます。エスカルゴ、俺初めてかもな。
バターの風味が効いててこんな感じなんです。すいません、あまりのうまさに寝てしまいましたね。はい、それではこちら牛フィレ肉とフォアグラロッシーニ風をいただきたいと思います。フォアグラは口に入れた瞬間ぬるっとした食感でね、溶けていくんですね。でその溶けた後に牛フィレ肉とこう混ざり合って、で牛フィレ肉にかかってるソースもなんだかわかんないですけど濃厚で美味しいですね。はい、というわけでこちらうずらでございます。鶏肉は鶏肉なんですけど、こんな味するんだっていうのが美味しいですね。はい、こちら牛タンの蒸し煮です。タンシチューだとかテールスープみたいな感じでね、独特なお肉の食感と風味が感じられますね。はい、それではこちらオマールエビのテルミドール。濃厚ですね。はい、こちらシラウオのフリット唐揚げですね。かかってるソースはねカレー風味感じられて美味しいですね。はい、それではこちらボンゴレです。トマトソースとバジルの風味が効いてて美味しい。ちょっとずつしんどくなってきましたかね。はい、こちらサーモンのムニエルです。柑橘系の風味が感じられて、アーモンドの歯応えもすごいですね。わー、食べたことない味。はい、それでこちらホタテのクリームコロッケ。クリームコロッケのホワイトソースにホタテの出汁が染みてて、うわー美味しいですね。はい、それでこちらメンチカツいただきましょう。お肉のうまさが衣で閉じ込められてるみたいな感じ。はい、こちらフォアグラのブリュレ、デザートみたいですね。この表面のザラメが甘いから本当デザートみたいだけれども、しょっぱくてちょっと苦いみたいな、すげえ不思議な味。パテドカンパニュ、いろんなお肉が混ざり合ってマスタードの風味が効いてて美味しいですね。はい、というわけでこちらね、生ハムメロンは聞いたことあるんですけど、生ハムとイチゴのマリネです。いちごの甘酸っぱさと生ハムの塩気とオリーブオイルがすごい絶妙ですね。はい、こちら大山鶏のハムです。鶏のハムですけれどパサパサしてるっていうこと全然なくて美味しいですよね。はい、こちらかぼちゃのスープ、すごい野菜の美味しさが感じられて美味しいですよね。はい、というわけでこちらがフォンダンショコラとイチゴのアイスクリームです。いやー、こうやってねデザートまでいただけるっていうのね、もうフルコースですよね。ありがたい。カカオの香りが濃厚で、あったかくて美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきました。いや近いな。というわけでね、いただいてきましたけれども、いやお腹パンパンですね。楽しんじゃってる。なんかいろんなこんな料理あるんだとか。いやそうなんですよね、今まで食べたことないから、ね、こんな料理あるんだなんつってね。普通のバイキングにないのばっかだからね。いやそうなんですよ、まずね名前が分かんないじゃないですか。頼んでみないと分かんないから。いやそうなんですよ、思ったより肉、肉が多かった。やっぱハム系とか、ね、普段フランス料理なんてなかなか敷居が高いですけれども、4000円弱でこのクオリティ、まあちょっと正直こう4000円って言われて、まあちょっと痛いっちゃ痛いですけども、あのクオリティとあんだけお腹パンパンになるまで食べれるっていうんだったら、金のない若手芸人の僕でもお得なんじゃないかななんて思いましたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッと
カードを出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちらジェイズさんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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 。ジェ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 。